お洋服だけつかないように。はい。真剣な表情で筆を動かす子どもたち。取り組んでいたのは卵の殻に絵を描くエッグクラフトです。ここに 目描いてください。名取市の菊池勝三さん、73歳。エッグおじさんの愛称で県内外でエッグクラフトのワークショップを開いています。はい、子どもたちのこう笑顔を見るときですね、それが一番嬉しいですね。初めて卵の殻に絵を描いたのは中学2年生のとき。雑誌に載っていた人形を自分なりに真似て作ったところ、学校の作品展で金賞に選ばれました。それまで褒めるとこなかったんですね、私何やってもダメでね。その時にもらった金賞なもんですから、母がものすごく褒めて、この時とばかりね、喜んで隣近所に触れ回って歩いたんですよ。それをの姿を見て、私も自分にも人に褒められるものがあったんだなと。大人になっても趣味として独学のエッグクラフトを作り続けてきました。今は自宅のそばにアトリエを構えています。作り始めて60年、エッグクラフト用の殻は試行錯誤を重ねました。取り出す、これから使う材料なんですね。これどうでないです、もうこの中にですね、ウレタンとそれからモルタルっていうのを詰めてますので、風とかで飛ばないように、それから強く握っても壊れないように工夫しました。これでございます。完成がこちら。そうです、招き猫。そうです、招き猫でございます。やっぱりこの球面にですね、絵を描いていくっていう、何とも言えない平面でないところに描く心地よさっていうんですかね、それがありますよね。捨てられるこういう卵の殻のようなゴミでも創意工夫することによって蘇ります。ゴミが宝物になりますよね。これまでに作ったのは2万点以上。これはですね、ダチョウの卵なんですね。ダチョウ、はい、頑丈ですよ、結構小つくばいなんですね。お正月に飾る、床の間なんかに飾るととても映えると思うんですね。子供の頃から続けてきたエッグクラフトの魅力を広めたいと、菊池さんは58歳で勤めていた商社を退職しました。妻からはですね、何お父さん言ってるのという夢みたいなことね、思う反対でしたね。まあ物置を改造して作った、本当にちっちゃなね部屋だったんですけどね、近所のね子どもたち学校帰りに寄って行ったりしてたんですね。口コミで徐々に評判となり、学校行事やショッピングモール、さらに県外のイベントにも招かれるように。東日本大震災の被災地にも足を運びました。ワークショップに参加したある親子からの言葉が忘れられないといいます。お地蔵さんを作ったんですよね、その時ね。そのお地蔵さんが震災ので犠牲になられた おばあちゃんの仏壇に飾ったんだそうです。悲しい気持ちがスーッと消えましたっていう方、メールを頂戴して本当に感動しましたね。はい、じゃあお母さん、これハムエッグお願いします。はい、エッグおじさんの好きな卵料理は何ですか？やっぱり目玉焼きですね。、はい、じゃあまさに、はい、そうです。あとカニ玉好きだよね。あ、カニ玉ね、うん、初めは難色を示していた妻の和子さんもイベントを手伝うなど菊池さんを支えています。準備段階とかでいろいろ忘れ物とか結構多めなんですね。チェックマンです。チェック係。いろんな意味で私をフォローしてくれてるので、まあ本当に一番大切な存在だと思います。ありがたい存在だと思います。健康管理、きちんとして頑張ってもらえればいいのかなと思ってます。
ワークショップでは子どもたちに自身の体験も伝えています。エコーさんは小学校6年間 B 級でした。あと勉強も嫌いで成績も悪かったです。でもね、たった一つだけ好きなものがあったんですね。何だと思いますか？そうだね、絵を描くことです。だからみんなにこう伝えたいですね。一つの得意なことを見つけたら、それをずっと続けてごらん。きっと素晴らしいことが待っていると思います。この日は小学1年生から3年生19人が参加しました。迷わず絵を描き始める子、何を描こうかゆっくり考える子、エッグおじさんは一人一人に優しくアドバイスします。はい、挟み込んど。1時間後、みんなの作品が完成しました。はい、これを作ってくれたお友達、個性的だね、面白いね。これは何を作りましたか？使ってみたら綺麗。いつの間にこういうふうになってた。あ、そう。でもすごく素敵な作品。拍手。どの作品もとっても素晴らしいです。だから全員に拍手しましょう。拍手。なんかいつもだと捨てるけど、その捨てるとこれを作るとなんか卵のカラーがあんまり無駄にならないで楽しくできるなって。子どもたちのエネルギー、それからその素直さとかね、いろんなそうです、そういったことを感じることができますね。卵ってね、壊れやすいです。いたわれば壊れやすい卵でも、ちゃんと大切な宝物になるわけですよね。そんなことを感じてもらいたいなと思ってます。卵の殻に思いを込めて、エッグおじさんは子どもたちに笑顔を届け続けます。